中年オタッキーです。今日はね、またなんですけども、また送られてきました。しかも2つも、これ同じ人から送られてきたんですけどね、せっかくいただいたんで、開封動画にしていこうと思いまして、さっき開封動画多すぎるな気もするんですけど、しかも全部自分で買ったやつじゃねえし、実はね、何が入ってるかね、全然さっぱりわかんないんですよね。そんなわけで何が出るかお楽しみということで、開封動画していこうと思います。それでは動画スタート。はい、それでは早速開封していきましょうか。これ2つあるんですけどね、1個はねちょっと軽いんですね。で、1個は重いです。軽い方から開けていきましょうか。今回はね、結構もう僕の動画を頻繁にご覧にいただいてる方ならわかるかもしれませんが、フリーマンさんからいただきました。送っていただきましたね。フリーマンさんね、YouTube もやっておられます。一応リンクつけとこうかな。この動画の説明欄の方に、フリーマンさんのね、動画へのリンクをつけておきますので、よろしかったら訪問ください。結構ね、年配の方がやっておられるんですけども、マニアックすぎて笑えちゃうぐらいの内容になってます。はい、まずね、丁寧にね、緩衝材が入っておりました。3台かな ?3 台入ってますね。よっ。1台はなんだ?これ EOS ですね。明らかに EOS。うまく開けれないぞ。いいよ。メガネかけた方がいいな。イオスキスですね。イオスキスですけど、これ初代かな?持ってないや。ん?初代なのかな?イオスキスとしか書いてないので、多分初代だと思います。お、電池は 2CR5 のやつなんですね。僕が持ってるのはイオスキス3でね、CR2 を2個使うんですけども、非常にコンディションが良さそうです。はい、当時は多分ニューイオスキスって言ってたのかな。イオスキスの初代ですね。はい、初見のカメラです。いただきました。はい、次いきますよ。よっ。あ、これ養生テープだから剥がし簡単だな、よく考えたら。お、またキスだぞ。あ、キス3ですね。これは3ですね。あれ ?3 だけど 2CR5。 あ、違うわ。 CR2×2 だ。これも CR2×2 なのかな。あ、 CR… あ、ちゃうわ、CR123 だ。 CR123A×2 でした。2CR5 だと思ってた。あ、こっちは CR2 ですね。電池違うんだな。はい、こちら EOS KISS 3をいただきました。ありがとうございます。ちょっとカメラダブりましたがね、ダブることは無意味じゃないんです、実はね。はい、次いきますよ。よ、ダブることが無意味じゃないっていうのはね、後でお話ししますね。これなんだ。イオスキスパノラマとなってますね。キスが3台。どう違うの?パノラマができるようになったイオスキスなのかな?はい、イオスキスパノラマいただきました。どう違うんだろう。初代のキスにパノラマ機能がついただけなのかな。いや、でもこれもパノラマのバーあるぞ。
これ調べてみないとわかんねえな。え、どうなの？いや、イオスキッスパノラマなんでしょうけど、これパノラマのマークがついてないキスにもパノラマのレバーあるんですね。うん、このパノラマっていう機能はね、実はね、ここに仕切りが出るだけなんですよね。よ、ここに仕切りが出るだけで、横長の写真が撮れるっていうね、あんまり意味のない機能で、僕もほとんど使ったことがないです。とりあえずイオスキッスシリーズの3台いただきました。はい、次いきますよ。ちょっと箱が2つあるんで次行きましょうか。キッスシリーズはね、まだテストしてないんでね、これは早急にテストを始めなきゃいけないぞって感じなんですけどね。よ、まあ今までキス持ってたのはデジタルのキスデジの N と、キス3だけだったんですけどね、違うキスが2台入ってきました。でダブリは、カメラプレゼントとかやりますんで、カメラがダブることはね全然苦じゃないんですね。で私基本的に、いただいたカメラはプレゼントにしませんので、自分が持っているカメラをプレゼントに回しますんでね、まあそういうことでね、無駄じゃ、全然無駄じゃないんです。はい、次いきますよ。お、よいしょ、紙の養生テープに変わりましたね。まあそんなことはどうでもいいんですけど、手にまとわりつくぞ。これはなんだ？ん？ペンタックスだ。あ、ペンタックスの SFX です。しかもブラックモデルですね。あのね、SFX 実はね、先日入手したんですけども、あんまり調子が良くないんで、これは嬉しいかもしれない。以前の動画で SFX-N を紹介しましたけど、SFX は持ってなかった。で、この間ハードオフで買ったんですけど、あんま調子が良くないんですね。で、これはね、もしかしたらちゃんと動くものなのかもしれない。試させていただこうと思います。SFX いただきました。はい、次いきますよ。どこから始めたらいいのかな。どこがスタート地点だ。ここか。うん、あ、リコー35デラックスですね。うわ、これは嬉しいかも。リコー35デラックスです。実は以前も、動画にしたんですけどね、和孝さんから、いただいてたんですけども、シャッターに粘りが出まして、で自分で分解したんですけどね、最高速が出なくなったんですね。でこれメンテナンス済みと思われます。シャッター速度500。うん、シャッター切れておりますね。よいしょ。あ、そうか。裏蓋を外すと巻き上げができないカメラなんですね。なんでこんな構造にしたんだろうな。裏蓋を外すと巻き上げができないカメラになっておりまして、オープンの方にして、よ、クローズにして、一辺巻いてから蓋を開けて、あ、蓋開けるとシャッター切れないのか。あー、切れておりますね。最高速切れておりますね。これで巻けばいいのか。あー、いいですね。切れております。は
はい、これはねぜひ試させていただこうと思います。富岡光学のレンズがついておりますのでね、ニコン35デラックス、非常に楽しみであります。いいよ、カラーで撮ってみるかな。あのカラー撮影はまだなんでね。はい、次いきますね。よ、どこがスタート地点だ、どこがスタート地点だ、もう切っちゃえよ。紙テープなんで簡単に切れますね。ん？おお見た目 SLX によく似てますけど SF7 ですね。これ初見です。ははー、これは要は SFX、SFXN で SF7 と発展していったものですよね。これどうやって開けるんだ。あ、蓋の開け方が変わってる。うんうんうん、レンチを入れる場所が、下からになってますね。これはいいね。どのようにこのカメラが進化していったのか、は非常に綺麗です。ちょっと腐食してるのか、うんうん、まあでも使えますね。こんな感じで、どうなんだろうな、スペックは全然わからないぞ。ただ SF7 の方が新しいことだけは知っているっていう感じですかね。うん、いやーありがとうございます。今回ね、カメラ6台いただきまして、全部でね、電子カメラが5台とレンジファインダーのクラシックカメラが1台ということになりますね。このリコ35デラックスはね、モノクロでしかまだ試写したことがないんで、ぜひね、カラーで試していこうと思いますね。で、SFX と SFXN は、レンズがね、35の70を2本持ってますので、比較しながら撮っていきたいかな。で、キス3台はどうするかな。以前高川さんからね、ニコン U だったかなをいただいてね、まだ試写してないんですけども、うまいこと動く、こいつらがうまいこと動くようだったらね、比較の動画も作っていこうかな。ニコン U とね、イオスキスって言ったら、まあ対局というか、同じようなジャンルのカメラになっていくんで、比較動画を作ったら面白いかなと思ってますんで、ぜひ比較していこうと思います。今回の開封動画、こんな感じですね。ちょっとまだ、ほとんどがね、電池が必要なカメラでして、今日 2CR5 も、CR2 も CR123A も積んでないんだな。積んでないな。単三電池しかないな。というわけで、動作確認は後日になりますが、まあ、フリーマンさんのことなんでね、カメラ修理職人と言っても過言じゃないんで、まあ動くでしょう。そんなわけで今日の開封動画はこんな感じです。フリーマンさん本当に提供ありがとうございます。存分に使わせていただきますんで。っていうかね、ちょっとカメラいただきすぎでね、ちょっと回ってない状況なんですけど、そもそもね、撮影時間がね、ここのところね、ないんですね。もうちょっと、そうですね、2月ぐらいになってきたら時間も緩むでしょうから、バンバンね、テスト撮影して、行こうと思ってます。はい、ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターはいつも投稿いただいています、一都市九さんからですね。2枚あります。タイトルはね、1枚目がキロ、2枚目は今年は豊作だということで、カメラニコン F フォトミック、オート 50mm F1.4 ケントメアパン400で撮られております。で、作品1枚目からいきますけど、これ非常に良い写真ですね。ニコンのレンズ解像度が高いことでは、まあ、有名なんですけども、その解像度を生かして結構絞って撮ってありますね。ただちょっとだけね、ほんのちょっとだけ平行が出ていません。残念ではありますが、とても良い写真だと思います。構図も素晴らしいですしね。
天気の具合もね、これちょっと怪しい雲行きが最高ですね。これで2枚目のね、今年は豊作だの、タイトル的にはちょっと、まあこれからね、豊作になっていくんでしょうけど、イメージは湧きにくいので、もうちょっと違うタイトルのが良かったかな。写真自体は悪くないと思います。はい、1都市9さんありがとうございます。次がね、テラーさんの作品ですね。いつも楽しく動画拝見しています。モノクロフィルム2本取り上がり、現像スキャンに1ヶ月半くらいかかる長えな。それまでデジタル写真を投稿します。タイトルは海岸会議。カメラはね、富士フィルムの X プロ3、レンズが XF35mm ということですね。で、写真なんですけどもね、本当にね、人が会議してる横で鳥も会議してる。これは非常に面白い写真ですね。でも抜群のシャッターチャンス。また鳥が全員同じ方向を向いてるのも面白いな。写りはね、富士フィルムのね、デジタルということで非常にキレのある解像度になってますね。モノクロもね、いい感じで撮られております。はい、テラーさんありがとうございます。次がね、のりかずさんでいいのかな。2枚ですね。ハーフカメラ2本目撮り上がりました。オタッキーさんが36枚撮りでハーフだと80枚近く撮れると言っておられたんです。どう頑張っても72枚しか撮れません。贅沢にフィルム装填しすぎてるんでしょうか。そうかもしれないですね。2回ぐらい巻いたらね、結構いきますからね。引っ張ったりしたら、最初ね、ちょっとせこく装填しないとそこまでいきません。というわけでね、1枚目はね、金の光。2枚目が陰影ということで、カメラはね、オリンパスペン EED、フィルムがコダックのカラープラス200ということですね。で、ペン EED のレンズ、ペン D じゃないよね、3.5 だったのかな。写真なんですけどもね、この金光で金の光っていうことですけども、森の中にね、入ってくる太陽の光を、うまいこと捉えてますね。これ逆光になってますけど、フレアもそこそこに抑えられてていい感じになってると思います。で、2枚目の方は陰影っていうことなんですけども、これはもうちょっとタイトル、違うタイトルでも良かったかもしれませんが、写りは非常にいいですね。とてもハーフカメラとは思えない写りでよろしい写真になっております。はい、のりかずさんでいいかな、ありがとうございます。次が、東急ステンレスさんからで初投稿ですね。結構前に探してた写真が出てきたので初めて投稿させていただきますので、カメラはイオスキッス初代ですね。どれだろうな、イオスキッス初代。これかな。あ、これ3だ。これかな、このカメラですね。レンズがね、キャノンの EF2880、F3.5 から 5.6 の4型かな。タイトルが俺の箱根ということですね。で、作品なんですけどもね、これ箱根、僕箱根で神社参りしたことないんですけども、箱根にある神社を紹介しておりますね。光がね、うまいこと入ってきている写真で、なかなかの写真になっております。もうちょっと夜とかね、構造工夫してもよかったんですけど、これはこれでいいのかな。夜のは僕の好みっていうこともありますしね。はい、東急ステンレスさん、ありがとうございます。次がね、長州薩摩さんの作品ですね。中年おたきさん、お次のとお疲れ様です。下り坂のカーブをバイクが走ってくる臨場感が気に入り撮影してみました。タイトルは、下りカーブ独り占め。カメラはニコン FE。レンズがニッコール AIS50mmF1.4。フィルムがね、富士フィルムスペリアプレミアム400ということになりますね。で、写真なんですけどもね、バイクがね、入ってくるところを撮られてるので、バイクがどうしてもこれちっちゃくなるんですね。僕が撮るんだったら多分ね、ちょっと絞って、シャッタースピードを遅めにして、この角度で流し撮りしても苦しいのでね、バイクをぶらす写真にするかな。でね、バイクがね、自分の直前まで来たところを撮るかもしれませんね。これはこれでいいと思いますけど、ちょっとバイクがちっちゃくなったのが残念だと思います。長州薩摩さん、ありがとうございます。
まあこんな感じですね。まあ、作品投稿のコーナー、まだちょっと待機者が4名ほどおられますが、もうしばらくお待ちくださいませ。で、ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、池さんの投稿ですね。おたきさんお疲れ様です。今回は俺のフィルムカメラで撮った俺のフィルムカメラですややこしい、アイレス 352A で撮った、ニコン F2 フォトミック A です、林の中を歩き回り、落ち葉の上に置いたところを撮りました。投稿写真に送ろうと思ってますが、アイレス 352A は思ったより良かったですということですね。本当にね、なかなかいい写りですが、今回はね、その作品に文字を入れられているということで、ちょっと面白くなっております。もうちょっと大きい方が良かったかな。これね、ちょっとね、トリミングしてタイトル画面に使おうと思います。はい、今日の動画はこんな感じになります。俺のカメラの投稿もう一つ来ておりますけども、ちょっと俺のカメラ、ネタをちょっと貯めたいんでね、次回ということになりますね。いかがだったでしょうか。もうかなりカメラが増えておりまして、これは頑張って撮っていかなきゃいけないねということで、最近ツイッターではね、よくつぶやかしていただいてるんですけども、息子のね、家庭教師をやって結構疲れますね、あれね。一週にね、二日やったんですけど、まあ、3時間半、全部で7時間、これは疲れますよね。というわけで結構巻いてます。今日もね、実は今夜中の3時なんですけど、目的地に到着して力尽きてたんですよね。で、目が覚めて、これ頑張って撮んなきゃいけないと思って、今、撮影してるんですけど、このね、今回はフリーマンさんから送っていただいたカメラも、実はね、2日前に送られてきたんですけど、開封する暇すらなくて、なかなかね、ちょっとピンチ的になっておりますが、まあ仕事がね、ちょっと、うまいこと回り出したらね、もうちょっと楽になると思うんで、テスト撮影も進んでいくとは思いますけどね。はい、今日の動画はこんな感じです。で、今週ちょっとネタがね、今一つなんですけど、次回の動画どうしようかな。一応ね、ネタ1本、2本あるんですけども、カメラの紹介になっていくか、それとも雑談になっていくか、ちょっとね、まだわからないですが、それはまあ出たとこのお楽しみということで、次の動画をお待ちください。で、コロナウイルスね、感染爆発と言ってもいいような勢いで感染広がってますんでね、感染ね、しないようにね、皆さんも十分お気をつけくださいね。はい、今日の動画はこんな感じになります。高評価、コメント本当全然こんな状況なんで全然追いついてないんですけど、まあ、頑張って返していこうと思ってますんで、コメントの方よろしくお願いします。で、高評価はね、ポチッと押すだけなんで、ぜひぜひ今すぐポチッと押してください。で、チャンネル登録なんですけどね、本当にね、いい勢いで増えていっております。以前ではちょっと考えられないペース、倍ぐらいのペースでね、ずっと増え続けてるんですけどね、まだまだね、チャンネル登録増やそうと思ってますんで、チャンネル登録してない方はぜひぜひチャンネル登録お願いします。ゲリラライブ増えておりますんで、通知をオンでお待ちください。今日の動画はこんな感じです。またね、次の動画をお待ちくださいね。それではまたごきげんよう。さようなら。